です。はい、本日はあれですね、ホップステップジャンプ大阪初日無事に終了いたしました。来ていただいた皆さん、そしてシェールですね、配信を見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。はい、すいません、少しね、来ていただいてた方は分かる方は分かるかもしれないですけど、少しアクシデントがありまして、皆さんにちょっとご心配をおかけしてしまって本当にごめんなさい。なんかすごく不安な気持ちにさせてしまってたらと思うと申し訳ないです。はい、無事です、大丈夫なので皆さん心配しないでくださいありがとうございます。心配させてしまって本当にごめんなさい。はい、変わらず皆さんは、最高な盛り上がりをしてくれてありがとうございました、ね、すごく僕自身もふわふわしてた部分もあり、ね、本当に申し訳ないなと、皆さんにもですけど、ちょっとスタッフさんだったりとかメンバーに、何よりメンバーに申し訳ないなと思って反省してます。明日大阪2日目もあるので、ね、さらに気合い入れて頑張りたいと思います明日来る人は楽しみましょう。そしてアベマライブ、ね、ペーパービュー配信もあるので楽しんでいきましょう、ね、ありがとうございます。そして本日はですね、ホスト相続しちゃいました。早いようであっという間の12話最終回でございます。なんか今日の MC でも少し言わせてもらったんですけど、本当に素敵なキャストの方々とスタッフの皆様とお仕事できてよかったなと、待ち合えてよかったなと思います。本当に大好きな現場でしたし、これでちょっとね、最初は迎えてしまうとどこか寂しい部分もね、あるんですけれども、皆さんもどんな結末になるのか楽しんでいただきながら、まあ、リアルタイムツイート僕も後でするんですけど、見ていただいたら嬉しいですね。最終回、ツイッター日本トレンド1、ティーバー1取れるかなまあなんかより好きな人たちとやってた作品だからこそ、まあ、たくさんの方に見ていただきたいですね。はい、それが終わったら、リアルタイムがツイートが終わったら、僕は明日の2日目ね、2日目、オプセブジャン2日目大阪公演に向けてガンにしたいと思います皆さん、まずは最初からお楽しみにぜひ見てください。そして明日来る人は、配信見てくれる人は楽しみましょう。おやすみなさい。おやすみなさいじゃない、おやすみなさいじゃない、また